私は金属セラミックス構造のための 3D プリントシステムの開発を行っています。金属とセラミックスを接合することができれば、両方の立点を合わせ持つ構造体を作成することが可能となり、単一の材料ではなし得ない材料特性の向上を実現することができます。将来的には幅広い用途への運用が期待できます。これに加えてノズルの内部設計を変更することで、突出されたフィラメント内部に微細な構造を直接盛り込みます。ノズルサイズよりも細かい構造を製造し、突出構造のバリエーションを増加させます。